最後コーヒー振る舞いたいと思います。ありがとうございます。ございます。飲みたいの選んでください。そこにその紙に全部説明書いてる。あ、これですか。極深。ちなみにカフェインレスもある。カフェインレスにする。僕デカフェがいいっす。僕もデカフェがいいっす。あ、じゃ あります。カフェインレスにしようで、明日の朝、あ、はい、あ、はい、選びますか。カフェインレス、これですか、ピンクですか。そう、カフェインレス。超絶これこんな、なんでこんな全部かっこいいんですか。キャンプの時かっこいいっしょ。キャンプの時いただきました、これ。これはどこなんですか。それね、山形。山形の、山形。しかし最高でしたね。いやしかし本当に、しかし、しかし、しかし、サウナ入ってうまい飯食ってまたサウナ入るっていう。30秒なんですか。僕一発目1分蒸らしてるんですけど、いつも。いや、30秒結構蒸らしすぎじゃないですか。1分はムラムラしてます。そんな蒸らしたらムラムラしちゃ う, ムラムラしちゃう。それは大変だよ、こっちも。先生我慢できない。我慢できないからキモくん整ってますもんね、完全に、うん、でも顔がね、整ってるも、ね、もう今もう大整いしてます。大整い決まり散らかしだから今本当にもう睡眠欲勝ってますもんね。もう寝る準備入ってるからもう休憩させてくれ。こんなもん量。いや、まだこの子、あ、まだもう一巡すんの。3回っすよ。なかなかこんな顔しないよ。こんなもん、あの温厚な富樫啓真が、うん、量少ないね。もう一巡するってこと。え、3回っすよね。全然じゃあでも、そのもう次は蒸らさなくていいよ。そう、すぐ入れないとこう、間髪、外してちょっとね、ちょっと浸かるぐらいで多分大丈夫。今お湯外してたよ先生。これ僕のですね。なんか、うるさいっすね嫌い。好きっす。頑張ってこれ僕のなんで。しばくんちょっと少ないっす。いい、大丈夫。濃いめ、少なめで濃いめ。今日一日を振り返って最高でした。本当に最高な一日をありがとうございました。ありがとうございました。乾杯。乾杯。乾杯。からの、あ、からのはもう僕じゃないっす。え、逃げるなお前。空の担当じゃないよ別に。こういう最高な旅してる J リーグの YouTuber いないんじゃないですか、マジで。でもなんか日本中のさ、その J リーガーにさ、旅行で来てほしいよね。いや、それ多いじゃん、サウナ好きの今、サッカー選手、マジでスポーツ選手も。サウナ好きスポーツ選手多いですよね、絶対。絶対に来るべき。でさ、飯もうまいしさ、全アスリートに。いやー、間違いない、アスリートにはおすすめ。ご飯もすごい量多いし、お腹いっぱいになるし、ね、お腹いっぱいになるし、お酒が好きな人でもナチュール、あ、そう、ナチュールワインあるし、気使いながら飲めるし、最高だよ、うん、本当に最高だった。まあ、とにかくいい旅でしたよ今日一日で。だから明日朝散歩してサウナ入って美味しい朝ごはん食べて、いや、マジで最高。残りシーズンに備えましょう。とりあえずありがとうございました。ありがとうございます。おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。今日の食べ物で一番美味しかったものは、普段揚げ物食べないんで、あんまり。お前揚げ物食べないんだ。気にしてんの？いや、家では出てこないじゃないですか。もうまあ大変だしね。はい。っていうのも含めて唐揚げですか。まあでも、カサゴの唐揚げもうまかった。じゃあ、カサゴの唐揚げってことでいい？大地は、今日。結構センス出るよ。そうです。うん。俺、あの、さって書いてるさ、あれもうまかったよな。あれやばいっすね。なんか、味の驚き。モナカ。うん、あ、そうそう、サウナモナカだっけ。ねえ、ケンも。はい。はい。はい。何がうまかった今日一。あ、今日は、あ、寝てた。え、寝てないです、寝てないです。ごめん、すみません。ちょっとサウナモナカにしていいですか。あ、サウナモナカめっちゃうまかったです。いや、でも大地がサウナモナカにするって。俺、あゆめしやばかったです、最後の。ちょっと YouTube 見てないですね。あ、YouTube 見てないね。誰に。え、キルモくんの
やっぱりそれ見なきゃ。ああ忘れてた。今日の一大イベントでしょ。タファに電話してる場合じゃないでしょ。忘れてたっすね、それ。それでも明日。明日は？明日の朝。うん。朝からは、ピンクレディでしたっけ？違う、ピンクスパイダー。に、ケイマンがエキストラで出てんだよね。ピンク。倖田來未の、倖田來未のグレイのカバー、ピンクスパイダーの PV にエキストラ出演してます。何歳の時？多分19、18かな。でもそのエキストラの派遣会社潰れたんだよね。潰れました。給料もらえずでした。どこでやったの撮影は？撮影埼玉のなんか田舎の方だった気がします。え、これエキストラ現地に着くまで何のエキストラか教えてくんないんですよ。うん、そんな厳しいんだ。はい、それ目当てで来ちゃうからファンとかが。うんうんうん。で着いてからなんか隣に座ってた人が、うん、今日倖田來未らしいよみたいな。うん、あ、倖田來未の MV らしいよ、ね、らしいよみたいな。あ、本当ですかみたいな、うん、もう俺知ってるなって思いながら、うん、で、もう設定はカウボーイの設定だったんで、うん、その時代がなんかその完全に顔で選ばれたでしょ。いや、でもエキストラっすよね。うん、で、そうっすね、ストリップ、うん、カウボーイたちのストリップバーみたいな設定だったんですよ、うん、場所が、うん、でそういうカウボーイの格好を着て出演しましたね。何秒ぐらい？いや、マジで2秒ぐらい映ってんの。カメラ見せやん。いや、カメラ見てないっす。だから本当にもうこれって言わないと分かんないレベルです、多分。見ようか、今から。いや見ます。いや、出よう明日の朝。うん、じゃあ、ほんとおやすみね。ありがとう。ありがとうございました、しまくん。いや、ほんとありがとうね。いや、ほんとありがとうございました。いや、マジでマジでありがとうございました。みんなのおかげで、ほんと楽しい一日になった。いや、マジで最高でした、うん、ありがとう。ありがとうございました。ありがとうございます。おやすみね。おやすみなさい。おやすみ。おやすみなさい。寒くないっすか？起きちゃったじゃん、太一が。ごめんです。でも声聞こえてましたよ。声は聞こえてたんですけど。どういうことだよ、お前。寝てたぞ、完全に。寒くないですか？聞こえてました。明日の朝飯やばい。納豆ご飯出ますかね？ん？納豆ご飯出ますかね？出る出る。納豆ご飯が一番美味しい。家で食えよ。おやすみ、店長。おやすみなさい。うん。ずっと戦ったんですか？ずっと戦ったんですか？家族で。お腹大丈夫ですか？下さないですか？え、僕こっちでいいですか本当に？え？僕こっちでいいですか？いやこっちが良かったな。え？本当はね。買います。でもいいよ。本当ですか？うん、おやすみ。おやすみなさい。ありがとうございます。はい。気持ちつい。おやすみ。おやすみなさい。はい。いや、来た来た。あいつさ、トイレ行き過ぎなんだけど、ケイも。え、まだトイレ行ってんすか？まだトイレ行ってる。寒くないっすか？さっきだって、温まってましたよ、またサラダ。え、サラダちょっと入ってたらします？しようの。温まんなきゃ、温まんなきゃ。最後。まあいいや、また。おやすみ。おやすみなさい。はい。
歩行きます。散歩行きますって言って。散歩行きます。ちょっと左膝注射だ。大丈夫ですか。魚いるわ。光ってないですか、ご飯。はい、ご飯炊きたてですので、つやつやでございます。すごい、いや、これすごいよ、この技術。これもう技術、技術で、技術で解決する、技術。甘鯛の一夜干しでございます、焼き物がですね。どうぞ。ここでね、一夜干しさせていただいてます。ここで、すごい。濃厚煮干しの、カレーでございます。カレー、はい、スープですね。カレースープに。あ、これで。そうです。でもこれ、大きいスプーンで。これあったらもう。あ、あと、釜2個ぐらいいきます、これ。いいですよ。もう少しで大丈夫ですので。大丈夫ですか。はい。あ、それ用のこれですね。そうです。あの、スープとして飲まれても結構ですし、ご飯にたっぷりかけて。あ、カレーロウリューしてあげてっていう作戦ね。はい、カレーロウリュー。あとはね、デザートでございます。はい。はい、めっちゃうまいっす、マジで。感謝の言葉しか出てこないです。お母さんってこと？いや、志麻さん。まあ、残りシーズンも頑張っていきましょう。頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。